瀬能です。8月末に1回初めて来て自己紹介をさせていただいて、まあ、今回2回目ということです。で、僕はオープン CAE っていうのはあんまり、まあ、初心者なんで、まあ、僕は大学院で、まあ、待機関係の研究をしていまして、それで自由なソフトウェアがありますので、それについて あの紹介と、まあ、導入と、あと実行方法について説明したいなと思っています。で、まあ、お題目です。まあ、気象モデル WARF というものがあります。で、これを、まあ、どういうものか、インストールテーション。で、あと、簡単な実行点と可視化の方法についても話します。ただ、あと、内部理論式とか、設定とか、ちょっと、小難しい話は、今回はしません。はい。まあ、僕もわかってないんです。で、まあ、WARF、WRFF、WARF なんですけども、まあ、ウェザーリサーチ&フォーキャスティング、あ、WARF って聞いたことある人っています？どう思います？あ、ありがとうございます。まあ、気象と、まあ、予測の、まあ、モデリングシステム。まあ、モデルって言いますね。この対関係で。モデルって言ったらなんか、CA 関係だとなんか入力データとかなんか、ああいうのをモデルって言うみたいですけど、まあ、このモデリングシステムとモデルって言います。で、WARF とか OF とかって言います。ライセンスはパブリックドメインで、まあ、フォートランメインとして、まあ、C も使って書かれていまして、まあ、アメリカの NCAR とか NOAA っていう、まあ、団体が、開発を行っていて、ここ数年気象や大気環境の枠海洋などで活発に使われています。で、まあ、主要なコンポーネントなんですが、まあ、大きく、まあ、WPS と、まあ、リアルでソルバーの、まあ、この辺が、まあ、大きく主なコンポーネントでなっているので、でそれぞれ、まあ、格子を定義したり気象データを持ってきたりで、境界条件を作ってあと計算するっていうようなそういうことがあります。まあ、他にも、データ同化をやったりとか、まあ、大気質モデルをオンラインでやったりとかで、他にも、まあ、ハリケーンに特化したものがいろいろ派生したことがあります、ね。で、今回はこの赤色で囲ったものが、まあ、広く使われているので、まあ、これについて紹介しています。で、WARF なんですけども、今最新バージョン 3.6.1 で、まあ、毎年4月にメジャーバージョンアップして、毎年9月にマイナーバージョンアップっていうことで、なかなか更新頻度としては高い方なんじゃないかなと、ちょっと僕は思っています。で、まあ、WARF が対象とするスケールなんですけども、大体都市スケールから半球くらいまで、ができるかなと思っています。まあ、はい。で、公式解像度は数百から数百キロくらいかなと思っています。まあ、これより細かいのは、まあ、理論的には可能ですけど、計算時間とかがちょっと大変なので、まあ、HPC とかの力をかける必要があるかなと思います。はい。で、WARF の活用方法なんですけど、まあ、僕はもう研究とか仕事で WARF を使うことはなくなったので、まあ、どう使うかなんですけども、まあ、研究、まあ、ただ計算するだけではやっぱり、まあ、新規性がないんで意味がないなと。で、気象予報でやりたかったら、まあ、気象予報士免許が必要ですよと。では、他になんか、うまくやるとしたら、観測のない場所での詳細な気象データの作成なんかにうまく使えるかな。あと、オープンフォームで境界条件として利用してやるっていう、なんかそういう論文がちょっと見たことがあるので、まあ、そういう使い方が面白いのかなと。まあ、気象だけにとどまらず、パブリックライセンスなんで、パブリックドメインなんで、まあ、他の分野といろいろ連携していろいろ、まあいい、まあ、役に立つことができないかっていうふうなのをちょっと考えてます。で、ワークインストールの話にちょっと移っていきます。で、ビルド環境なんですけど、まあ、OS、Ubuntu ですね。まあ、不自由な Windows と Mac でもビルドできるらしいです。はい。で、Fortran コンパイラーは GFortran 4.8.2、C コンパイラーも GCC4.8.2。で、あと、シェルはバッシュを想定してます。で、あと、まあ、C シェルもちょっと使わなければ一応これでインストールしておきます。で、コンパイラ変数は、他にコンパイラはインストールされていなかったら特にいじることはないんですけど、まあ、万が一他にもコンパイラ複数入れている場合は、こうやって明示的に指定しておくといいです。はい。で、インストールするパッケージなんですけども、ここに、そうしたら1、2、3、4、5、6、7、8つですね。ワーク本体に必要なのは1、2、3、4、5、6、7、この赤丸で囲ってない下の5個くらいなんですけど、あと可視化ソフトとあとローカルパッケージマネージャーっていうのをちょっとインストールします。で、インストール先もここに示したいところです。で、ディレクトリ構成をどうするかっていうのは僕が個人的に大きな問題だなというふうに思っていて、まあ、ちゃんとうまくやれないと他の問題があるかなと思ってます。例えば、複数のモデルを使っているとか、複数のバージョンを使ってみたりとか、ライブラリーを、のパッケージ化の競合をなくしたりとか、まあ、できる限りポータブルで持ち運びできるようにしたい。管理者権限も使いたくない。まあ、こういった問題を考えますと、やっぱりディレクトリで完結するのがいいんじゃないかなと僕は思っています。はい。で、僕が提案、ディレクトリ化成をどういうふうにやるかを提案ちょっとします。で、ホーム直下にモデルというディレクトリを作って、モデル名、例えばワークとかそういうので、さらにもう一個作る。で、さらにその下にモデル名、バージョン、まあ、リラックスなパッケージ形式の、まあ、名前付けたらず、集計してディレクトリを使って、さらにその中にモデルの設定ファイルを、まあ、パスを通したりとかそういうのを書いてあるようにです。あと、ローカルっていうのをここに全部必要なパッケージを入れる。まあ、そういう感じで管理すると、ディレクトリ完結できて、まあ、実行環境を完結できて、管理者権限も不要。
で、バージョン、複数のバージョンとか、バージョン間の違いなども見えていくとかいいんじゃないかなと思います。まあ、欠点としては、ソースからのビルドが必要かなというところです。はい。で、推奨する、今回推奨するディレクトリ構成ですけど、まあ、大体こういう感じですね。ホーム、モデルっていうのがあって、そのワークというディレクトリを使って、で、今回は 3.6.1 を使うので、ワーク 3.6.1 というディレクトリを使って、で、その設定ファイルで、ここに全て全部、必要なパッケージを入れて、で、あと、まあ、メンションとか、で、あと、共通で使う入力データはここに、まあ、モデル間、バージョンごとに違いがないので、まあ、ここに入れると、まあ、他にもオープンとか、そういう感じでやると、僕はいいのではないかなと思っています。まあ、この辺にコメントあったら、なんか後で、なんか教えてください。で、あと、ローカルパッケージを管理するために何をどうするかと思うんですけど、まあ、これはストーブというローカルパッケージマネージャーを使います。で、これはパールソフトで使われたもので、まあ、複数のバージョンをパッケージを効率的に管理可能。インストールしたディレクトリというのは別にあって、そこに対してシンボリックリンクを貼って利用するっていうのをやってます。まあ、ここにサイトがあって、インストールは、まあ、これで一発で、多分、パールさえあれば、多分どこでもできると思います。はい。まあ、あとメイクもいくかな。はい。で、ストールの使い方なんですけども、まあ、まあ、この、今回のローカル環境にインストールする以外も、一般的にローカルパッケージを管理するっていうのに僕は使っていて、まあ、これは結構僕は便利じゃないかなと思っています。で、使い方なんですけど、まずこっちのソースコードエリアというところ、まあ、ここに全部とりあえずソースコードダウンロードして、ここでビルドしてメイクする。で、ストーンの下に同じような名前でメイク、インストール先、メイクインストールの時に指定するところですね、プロフィックスで。これを作っておいて、ここに全てインストール、とりあえず一旦します。で、その後にここの CD ローカルストールに移って、ストールコマンドで打つと、ここに自動でシンボリックリンクを作ってくれますので、これで全て OK です。で、シンボリックリンク、バージョンを変えたい場合は、一回これで、マイナス ED で削除すると、消してくれます。まあ、事前にここにパスを通しておくっていうことは必要ですけど、まあ、そういう感じで、ポータブルに完結できて、僕はいいんじゃないかと思っています。はい。で、あと、まあ、ストールはちょっと実行すると、これはちょっと、まあ、仕様みたいなもんで、ファイル名が同じだとちょっとコンフリクトしてなんかエラーが出るんで、まあ、オプションつけたら解決しますよっていうのを、あと、まあ、これ参考資料としてもしてます。はい。で、これ、ビルド環境に必要な環境構築について説明したので、ここからインストールをしていきます。まあ、大きく5つですね。全部ライブラリーと、あと、MPI、並列計算のためのものです。まず最初に設定ファイルを用意します。まあ、要するにパスを通してるとか、あと、まあ、モデル固有の設定をちょっとしてるだけです。はい。まあ、これはコピーして、まあ、配置して、まあ、実行するっていうの。まあ、モデルを実行する前に必ずこれを実行して、パスを通して設定を入れるっていうのをやることが必要です。で、Jasper は、これは JPEG のライブラリーで、WPS っていうマイショルのところでちょっと使ったりするんですね。まあ、WPS の中にカスカのソフトとかも一緒に入ってて、そこで使ったりとかします。はい。で、Zlib、これはラストのためのライブラリー。HDF5 とか NetCD とか、まあそういったところで、まあ縮の形式なので、まあそういうので使ったりします。で、まあ LibKing、まあ名前の通り King のライブラリーです。これも WPS、まあカスカの多分グラフィックスを出すのに多分使っているんだと思います。で、HDF5 なんですけど、これはデータ構造のためのライブラリーで、まあ衛星外部などが大体この HDF5 のフォーマットになっています。で、ここで配置されていてインストールできます。で、まあ、同じサイトで SZIP っていうライブラリがあって、これを一緒に有効にしていけたら、圧縮率は高めることができるんですが、ちょっとライセンス的にアウトなので、アウトというか良くないので、僕は不自由なので使わないです。で、netcdf なんですけど、これは自己記述からで全部メタデータとか全部情報とか全部入れることができて、全部完結できていいなと思う。ファイル形式です。で、大気海洋分野でも、まあ、デファクトスタンダードのファイル形式になっています。で、まあ、これ、C とフォータンライブラリをインストールします。はい。で、あと最後に並列計算のための MPICH ですね。まあ、別に OpenMPI でもいいんですけど、まあ、MPICH の方が僕は性能がいいのかなというふうな印象なので、まあ、インストールしてします。はい。で、これでパッケージ類のインストールが完了です。まあ、ここにまあ全部ストーで入れたので、あそこに全部入れています。で、ここからは本体のインストールに移ります。で、配布元ここにあります。まあメールアドレス登録してダウンロードするんですけど、まあ別に URL が分かれば別にダウンロードするだけなら不要です。なんで、まあここに作ってダウンロードします。で、ここからまあビルドの設定に移っていきます。NetCDF4 っていうまあ NetCDF のバージョンがあって3以前と4以降だとちょっと圧縮の仕方、高圧縮でできるかできないかっていうのがちょっとかかってくるんで、まあ今回はありにしています。コンフィギュアするとダラーって
どういう PC でどういうコンパイラーでどういう並列計算どうするのかっていうのを設定がずらっとできます。で、ここで設定するべきは、16の i4 とか、まあ、35の j フォートランが、まあ、多分一番一般的かなと僕は思っています。で、ここで、MPI と OpenMP 両方あるにしてます。で、ここのネスティング設定はまあデフォルトです。あとこの資料は後で公開するつもりなので別に、はい、急いで頑張ってメモしなくても別にいいです。はい。ワークアローですね。で、これ、まあ、メインソルバーです。で、これのコンパイルは、以下のコマンドでやります。で、大体、これちょっと時間かかって、大体10分くらいかかりました。僕の環境では。で、コンパイルが成功すると、以下に5つのバイナリーができます。もし失敗したら、クリーンで、コンフィギュアからやり直しましょう。続いて、マイショルプログラムの WPS です。まあ、これもほとんど同じ形式でやります。で、ここに、まあ、並列計算の設定を、まあ、選択してやります。で、ただ、このままだと、エラーが出ますので、ちょっと修正をかけます。で、これ、ここに、Vim に、LGONP っていう、OpenMP のライブラリですね。これを追加します。で、あと MPIF90 っていう、MPI のやつなんですけど、ちょっとこれが、エラーが出て、うまくいかないので、これを除去します。で、うまくいって、この3つができれば OK です。まあ、うまくいかなかったら、クリーンしてやり直します。で、ここから、まあ、実際のテスト計算の方に移っていきますけども、まず、まあ、テスト計算するにあたって入力データをどう、まあ、用意し、調達する必要があるっていうのと、あと、まあ、ワークの計算結果は基本的にネットシリーフ形式なんで、まあ、これをうまく扱えるかどうかっていうので、まあ、結構大事で、僕は結構これに1、2ヶ月はかかったんですけど、はい。最近はこういうソフトがあって便利だなと思ったので、ちょっとこれを使ってやります。入力データなんですけども、大きく地形データと気象データが必要なんですけども、まあ、両方ともホームページで同様を使えるっていうのがあります。で、ここで、ホームページで地形データ全球のものが、まあ、だいたい 1km くらいでのメッシュ解像度で配布されていてダウンロードできます。だいたいまあ、全部解像度 49GB くらいなので、まあ、ちょっと余裕をストレージに持っておきましょう。で、気象データなんですけど、これちょっと登録とかが必要でちょっとめんどくさいですね。ここで、ここのサイトに、まあ、ワークのマニュアルっていう公式サイトなんですけど、ここでどういうデータが使えますよっていうのがいろいろ載ってるんですけど、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、まあ、見ている限りは NSTEP FNL っていうデータが、研究などでもよく使われていて、で、データの利用、その時期も数日前くらいまで存在していて、かなり有用なデータかなと思います。だいたい6時間おきで、まあ、解像度100キロくらいの、まあ、全球の気象データです。はい。で、NSTEP FNL はここのサイトにアクセスして、まあ、アカウント登録をして、まあ、ここをアクセスして、ここをクリックして、ここをクリックしてっていうので進んでいって、で、ここで2013年1月1日から2日っていうのをちょっと今回はテスト計算でやると思っていて、で、それを入手します。で、2013年のグリーブ2形式のデータで、あとここでチェックを入れてダウンロードスクリプトを入手するか下の方に行ったらクリックしてダウンロードできるリンクがあるので、そこをクリックします。で、まあ、メテオ NSTEP FNL ってところにインストールします。まあ、僕は全部入れました。はい。で、続いて可視化ソフトなんですけども、ワークの出力ファイルは、まあ、先ほどおっしゃったように、ネットシリーフ形式。この形式で読めるソフトライブラリを、まあ、使う必要があります。まあ、いろいろあるんですけど、まあ、MCB とか、グラツとか、まあ、いろいろ、QGIS とか、まあ、GIS ソフトでも開きますし、あと、言語バインディングでも、自分で開いて、自分で可視化するってのもできます。で、使い分けなんですけど、まあ、定型作業や論文で利用するときは、やっぱり自分でプログラムを書いて、ある程度自動化するのが、まあ、高品質で僕はいいんじゃないかなと思っています。で、パッと見たりとか、一回だけとか、まあ、楽したいっていうのは、例えばこういう GUI の可視化ソフトを使うのがいいと思います。で、この中でいろいろ、まあ、先週土日なんですけど、まあ、僕がいろいろ試しまして、IDV っていうのが僕は一番高品質だったと思いました。で、IDV はインテグレティッドデータビューアーっていうことで、ユニデータっていうところ、ネット CDS が配布しているところですね。が配布していて、まあ、クラスプラットフォーム、まあ、Windows でも Mac でも Linux でも動き出せます。で、ライセンスも GPL。ただし、まあ、登録、ダウンロードの登録が必要なんですけどね。で、これが、ネット CDF とか GIS ファイルの読み込みに対応していて、まあ、エクスポートもできます。で、詳細設定が可能っていうのが、これが僕は一番大きくて、他の GIS ソフトだって、なんかラベルのフォントサイズとか微調整が微妙にできないのがほとんどで、それができるっていうのは本当すごいなと思いました。で、開発は Java でできてるんで、どの環境でも多分パッケージ一つまとまっているんでいきます。で、Python スクリプト処理も可能で、背景地図を標準装備っていうのもかなり嬉しいですよね。大体こういう気象、大気環境モデルっていうのは大体地球上のものを映し出せますので、大体背景地図と一緒に重ねて、まあ、この年のここのどうなっているかとか、そういうのを見る必要があるんですけど、結構これは最初から嬉しいというのはかなり嬉しいですね。で、3D で、2D でも出してね、で、アニメーションもできて、まあ、テーブルをそのまま CSV に出すっていうこともできて、まあ、かなり大気海洋分野のパラビュー的
存在なのかなと僕は思いました。で、今日は在学中にしてたかったですね、こういうのは。はい。で、これもダウンロードなんですけど、まあ、ユニデータのサイトに行って、まあ、これもちょっとアカウント登録が必要なので、登録します。で、まあ、Windows、Mac、まあ、Linux、いろいろあります。ダウン、クリックでダウンロードして、で、あと、このコマンドでインストーラーを起動して、あとは、まあ、普通にインストーラー実行していって、あと、インストールディレクトリを指定したら OK です。まあ、今回は、まあ、ローカルオプトっていうところ、まあ、Unix の事例に従ってここに入れました。はい。で、IDV の使い方なんですけども、ここの、まあ、ディレクトの下に行って、run IDV っていう風にすると GUI が立ち上がります。こっちのダッシュボードとマップビューっていう2つのウィンドウが起動、立ち上がりまして、まあ、ダッシュボードっていうのはデータを選択したり可視化方法を選択するとかそういうことをしますね。で、マップビューの方で可視化方法、結果を閲覧したり、こう、ぐるぐる動かしてとかそういうことができます。ここのサイトの、まあ、メッシュ農業基礎データ利用マニュアルっていうのが、結構詳しく載ってて参考になりますので、まあ、使うときに一旦目を落としておくといいと思います。で、ファイルの開き方なんですけども、ダッシュボードのデータチューザータブ、まあ、小さくタブ見えないと思うんですけど、まあ、拡大したら見えるんで、で、これデータと形式を選択します。で、フィールドセレクタータブで、ネットシーレクっていうのは中に変数が入って、そこに配列みたいなのが入ってるんで、それでどの変数を表示するかとか、あと、可視化方法ですね、2D、3D、コンタ、どれでいくかっていうのを選択します、ここで。で、最後にディスプレイで背景図や、軸メモリの本体である、こういう微調整がここで可能です。で、マップビューの方で、例えば画像をエクスポートしたり、動画でそのままやったり、まあ、これアニメーションやってとかも、で、画像出力ファイル形式も、まあ、こういうのでやったり、あと、Google Earth のって見える KMA とかも出せるのが、いいなと思いました。はい。マウスホイールで、まあ、いろいろ拡大したり、中ボタンを押したら、ここの値を即座に表示できて、かなり使いやすいなと僕は思いました。で、ここからテスト計算の話に移ります。で、計算期間は、まあ、ちょっと、まあ、試しに、パッと見たかったので、まあ、1日だけです。で、沖縄に行くと日本全体でやりました。で、まあ、ワープの、まあ、大きな、大まかな構成なんですけども、まあ、WPS っていう前処理のプログラム3つあって、まあ、これを制御するファイルが nameList.wps ってファイルがあります。で、ここで処理終わった後に、arrow っていう、まあ、メインのセバーグですね。これ、地に移って、まあ、計算を行っています。これも nameList.input っていうファイルで処理を行っていきます。それぞれのプログラムですけども、ジオグリッドはスケールデータを持ってきて、そこから水平の格子を定義することをやります。で、アングリップは気象データから気象データを抽出する。で、メトグリッドはアングリップとジオグリッドで抽出したデータを一つのファイルにマージするということをやります。で、リアルは初期条件、境界条件。で、ワークでメインソルバーとなっています。で、まあ、あんまり細かいことは説明しなくて、まあ、最低限の設定だけですけど、まあ、ここにインストールしたんで、まず一旦ここに行って、まあ、モデル設定ファイルを、まあ、とりあえず、まずは実行します。で、その後、WPS のディレクトリに行って、ここのネームリストをこういうふうに選択します。これは、親領域1個で、計算開始日、開始終了時、あと、どれくらいのメッシュサイズ、メッシュ数ですね。30個、30個で。これは 5km ですね。あ、50km の格子サイズでやってます。で、あと、ここ地形の地理情報ですね。これ、ランベルトコンフォーマルで、中心緯度を、36度、緯度、経度140度。で、カーソル出せません？カーソル出てます？どっち？画面に出てる。あ、そうか、こっちか。すいませんね。すいません。こっちの画面に出てるね。で、そうですね。で、あと、入力地形データをここに済ませます。で、ジオグリッドを実行します。すると、まあ、この時点で、どういう更新が、どういう計算領域になってるのかって見える。ファイル、GOEM っていうのが出てるので、これを IDV で開いて、まあ、適当な変数を表示して、まあ、大体こういう、まあ、望みの計算領域かなっていうのを見ます。はい。で、続いても残りの AngGrip と MetaGrip を実行します。まあ、AngGrip で、まあ、ちょっとあんまり細かいことは言えないんですけど、VTable っていう変数のリストがあって、まあ、それにリンクを貼って、で、使う入力の気象データのリンクを貼って実行して、抽出して、で、最後に MetaGrip で、マージして。で、あと、メトグリッドで作ったファイルにリンクを貼って、次の計算、メインソルバーの計算に移るっていうことでいきます。で、こちらメイン、ワープアローのメインソルバーの計算です。これもまあ、設定ファイル、あ、こっちに設定します。まあ、基本的に WPS と同じ設定をします。まあ、ごめんなさい。まあ、日付を同じにして、あと、タイムステップと、格子サイズなどを設定します。で、ここで大事なことが、タイムステップを必ず DX×1000×6。DX をキロメートルで表したものの 6以内にするっていうのを必ずしないと、まあ、計算が途中でメモリーインバリとリファレンスエラーって出て、わけのわからないエラーで困ることになります。
CFL 条件っていうのに引っかかるんですよね。あの、計算のメッシュサイズとタイムステップの関係で。で、これで実行します。で、MPI1、MPI 入れてるので MPI で実行して、リアルとワーフで実行します。で、ワーフは、僕の環境ではだいたい1、2分で計算が終わりました。で、計算結果はワーフアウトって言って、道具は、rsl.out.○○○ とかそういう感じの名前のファイルができます。はい。で、で、計算結果のものは IDV で見てみましょう。まあ、この IDV でなんかワーフのなんか認識してくれるフォーマットがあったんで、これを選択します。で、まあ、こういった、まあ、T2 とか表面のパラメータが見れますので、こういうのを表示して、まあ、これは、地表の、気温ですね。こういうのを表示できます。で、はい。で、あと、ちょっとネット CDF をオンにしたんですけど、あの、ファイル出力サイズがあんまり小さくなっていなかった。たんで、あのオフにした方が、あのいいのかなと。ちょっとこの辺よく僕もチャームしてるんですよ。わからないんですけど、はい。だいたいネット CDF 4だと137メガバイトなんですけど、オフにするとなぜか30、40メガバイトくらいで、なんかよくわかんないんですけど、まあでも、まあこういうものなのかなという感じです。で、あと、ここまでのインストールの流れはちょっとめんどくさいので、僕も結構他のパソコンに移植するときとか、いちいちやるのめんどくさいので、ここにちょっと後でインストール一括するスクリプトを載せようかなと思っています。で、まあまとめですけど、まあ紹介してインストール手順を示して、まあ可視化手順も説明した、ました。まあ、こういう感じです。はい。まあ以上です。ありがとうございました。どうもありがとうございます。それでは質問、コメントのある方よろしくお願いします。なんか懐かしいですね、都市 DF ってなんか。懐かしいですか。僕、週の時に、あの、僕もフォークさんで、まあ、コード書いてたんで、あの、その時にあの、可視化どうしようかって言ったら、あの、まあ、ツイートしてるあの相手が、関係してるけど、あの地球電脳クラブっていう人たちが、はい、あのプロッター作ってて、あ、本当ですか。それで採用したらネット CDF 形式だったらちょっとやったこともあるんだけど、はい、今のも4とか全然しない、3くらいだったと思うんですよ。あ、難しいなと。あ、本当ですか。あとあのソフトの、 あのインストールモデル、ああいうのも僕はあの就論、あ、僕研究室であのシステム管理者だったから、あんな感じで、うん、バージョンごとに リフトに変えてシンブリックリンカルってやってたわ。あ、そうなんですか。うん、でもね、ああいう独自のやつって結構は使いにくくなっちゃって、やっぱりもう、ね、ソフトデフォルトのやり方とかね、まあ、良かったりするし、あと、あの、まあ、不二雄って書いてあったけど、マップのホームブリューがやっぱり結構、あれ、多くて、ブリュー使ったことあります？いや、僕は Mac 持ってないんで、はい。Mac、不自由な Mac なんですけど、はい、不自由な Mac。ホームブリューはすごくあの、なんかシステム管理権限もいらないし、でもね、あ、そう、ソフトもどんどんあのゲットしてくるし、コンパイルするし、つって、で、あの、まあ、あの、いや、Linux 版もあるんですよ、ブリューって。そうなんです。でも、Mac 動かないやつが多いんだけど、まあ、ブリュー的にやるのもいいから、だから独自になっちゃうと、やっぱり、まあ、ね、まあ、自分でしか使えないから、だから、ワープのブリューパッケージ作ってほしい。はいなと思いました。いや、そうすると、まあ確かに僕も、一発で、オープンホームみたいに、マックでコンパイルできるんで、オープンホームみたいに、アップイケットでゲットできたら楽だなと思いまして。うん、その、あの、まあ、オープンのマック版もブリュー作ってほしいなって、誰かの、ピーペーターかな。アメリカのペーターソン、マスターキアとか、あの、大学の先生。それも作ってほしいな。あ、そうですか。まあパブリックドメインってありましたけど、はい、研究室ごとにみんなモデルが自作されますよね。研究室ごとですか。あの、まあ、これの前の MM5 っていうものが、いろんなモデル、自分たちの理論を実証するための計算ベースを使ってて、そういう意味でオープンフォームに近いもので、うん、あの研究室ごとにモデルが違うんですよね。でそれで引き継いできたデータの形式がどのバージョンに入ってるかとか全部聞かないと、ちゃんとそれが動く。あのパッケージが作れなくてすごい苦労するんですよ、うん、セットアップ依頼されると。なるただこのワープに関してあの団体がちゃんと公式のリリースを出してるんで、なんかその研究室ごとになんか、まあ、その独自のなんかそういう文字言えなかったら別に。モデルを作っててそれが動くようにしてくれって言われちゃうと。それはどうなってるの？そのところからヒアリングをしなくちゃいけなくて結構めんどくさいんですよ、ね。新しく始めるときはもうそれでワープできちゃうんですけど。うんこれで始めてくださいって言うんですけど。ああ、うん。なるほど。そうです。はい、あの、私はあの、まさに今の業務でワーフを使ってまして、はい。まあ、あの、
もともと気象とかの人間じゃない人間がワープを使い出すと、まあ、何が嫌かというと、はい、この手順の多さがとにかくなんだこりゃみたいな感じになって、まあうん、古いよね、考え方は古いよね、ドットエクゼだしね、なんか実行がある何ドットエクゼってとにかくウイルスかみたいな、なんでもない、すいませんとにかくなんだろう、まあレガシーな、まあそうですね、法廷なのなんでこんなレガシーな作りなんですかね、レガシーな作りになってるなっていうのがまあ印象なんですけど、はい、まあ、実際にこの気象分野で一番使われてるのはこれなんですね、うん、まあそうですね、はい、だからまあ、そういう意味での信頼感っていうのは非常に高くて、うん、まあ多分私の印象だと、まあ全球の気象モデルとは別として領域に関しては多分これが今一番使われてる、まあそうですね、うん、でまあ何ですかね、まあ、今回瀬野さんがまとめてくれたのは実は僕としては非常に嬉しくて、はい、まあ、この辺まとまった情報ってないんですか、なかなか、そうですね、研究室ごとで何かだじゃあ書いてくれたりするんですけど、途中までだったりとかまとまった情報ってこういろいろ人によってこうポツポツと書いてるんですけど、はい、こういうふうにまとまってどうすればいいのかっていう情報っていうのは実はワーフに関して、まあ、ワーフに関連する例えば瀬野さんが使ってらっしゃったシーマックにしても、もうシーマックなんかもうほとんど情報なしみたいな。ないですね、はい。そうなんで、こういうのはちょっとまあ CAE と言えるかどうかっていうところはあるんですけど、まあ非常にユーザー数も多いソフトウェアであるし、僕としては非常に、これは、いいまとめではないかなと。あ、ありがとうございます。実際にワーフを動かすには、この手順がいるというのがよく分かって、うん、まあ、そうですね。サービスまですごく大変なんですよね。はい。まあ、ブリュー化してくれると一発でしょ。フィールは、まあ、アップとかはね。まあ、これって公開、はい、もちろん、CC倍で公開するつもりですよ、もちろん。あ、はい。自由なライセンスで。バイってなんだっけ、何の略でしたっけ、バイは、略は忘れますけど、まあ、著作権表示です。まあ、コマーシャルユースも OK なんですよ。まあ、いいですよ、別に。はい。ただし、まあ、僕の名前を入れてくださいねってだけです。はい、でも IDP もなんか懐かしい気がしたので、多分おかしくありますよね。あれ、RIS5D とかの後継ですかね。まあ、ちょっとわかんないですけど、多分ちょっと違うね。まあ、でもバージョン5で結構歴史がありそうな感じでしたね。はい、可視化ソフトなんですけど、はい、僕はベルディっていう。あ、ベルディ使ってましたか。あ、ほんとだ。まあ非常に良くない。僕も思いましたよ。非常に良くない。ビジットは？ビジットは、僕はビジットはなんかあんま GIS に対応していないような、そういう感じでしたね。背景地図ないですし、はい。あんまり地理関係のことを考慮してくれてない。そうなんですね。はい、とかやってると、こう、地形の表現とかっていうのがないと、うん、単にこう、結果だけ可視化されても、うん、あんまり、はい。いう話になっちゃうんで、あ、それで聞きたかったのは、違う。可視化のやり方で、はい、例えば日本だと、その都道府県の境目とかなしたいときは、やっぱり GIS ソフトでやるというのが、一般的な考え方です。都道府県レベルですか？の、行政協会ですよね。行政協会を持つときは、可視化の時可視化の時はそうですね、まあ、細かく見たいんだったら、まあ、国土地理院が出してるんで、シェイプファイルで、まあ、あれを読むのはいいと思うんですね。まあ、IDV だとシェイプファイルも重ねられるんで、まあ、そのまま多分いけると思います。はい。はい。まあ、多分、ネット CFD は僕が思うに、IDV が多分一番いいんじゃないかなと思いますね。汎用性から言って。はい。私もちょっと、仕事でちょうど気象の、可視化やってまして。あ、本当ですか。グランズ使って、ね。グランズですか。はい。あ、まあ、まあ、なんか独自のスポットがあって、独自言語ですね。はい。なんか、担当の方が怪しいから使いたくないとか言って。ああ、はい。ちょっと IDV はちょっといい情報だったんで。はい、いいと思います。まあでも、グランズ、プログラムでやるなら僕は Python が一番かなと僕は思いますね。
はい。まあ、Python で、まあ、パラビューとかも全部、なんか、スクリプティングできるので、IDV がってことですね。まあ、IDV もできますし、はい。まあ、他の応用も効くんで、データ処理とか、まあ、ただ、いいと思います。お客さんあっての話なんで。まあ、はい。あそれは、そうですね。どっちまで、わかんないですけど。まあ、ちょうどいい情報いただいたので。受賞製品のダークジスってありますよね。ああ、まあ、アークジアイスですか、はい。ネット CDF の読み込みで表示はできたと思いますけど、まあ、どうですかね。なんかそういうちゃんと地理状況まで考慮して表示できるかって言ったらちょっと。GIS できるでしょうね。できるんですか。専門のソフトなんで。うん、え ?GIS の専門のソフトなんで。アーク GIS ですか。うん。ああ。いや、でもネット CDF の入ってるその、地理情報の取り方とかがあるんで、なんかそれをちゃんと対応できてるかっていうと微妙です。休日も GIS ソフトですけど、ネット CDF のその GIS 情報をちゃんと抽出できてるかどうかってやったら、できていないですよ。はい。だから、まあ、でも ArcGIS が不自由です。高いですので、まあ僕はお勧めはしません。はい。はい。他に何か。あ、そうだ。それで、さっきOpenMPR で MPitch がいいっておっしゃってましたけど、はい、そんなに違うんですか？だから、Odoo だと OpenMPI が出てるので、なんかそうみたいですね。MPitch は使えるけど、あんまり使わないんですけど、あ、そうなんですか。あんまり僕も違いよかったんですけど、なんか違、あれ、明らかに違いが出たんですか？今回のこのテストケースだと、OpenMPI だと2分くらい計算がかかったんですけど、MPI c だと1分くらいでした。まあ、ただそれだけですね。MPitch いろんなオプションがあるよね、なんだっけ。オプションですか？バージョン 3.0 がつい最近になって出て、いわゆる一定のものって全部ずっと溜まってるじゃないですか。で突然3が出たんですよ。ね、はい、間に2があったと思うんですけど。あ、そうなんですか。あ、MPitch 2じゃないですよ。3の、3。で、MPitch のバージョン 3.0 が突然出てきたので、あ、そうか、前の MPitch とは全然違うんですよ。いいんですか。まだ試してないんですよ。3なんでしょ。はい。まあ、と比較として3を取り込んできて、たまたま名前が同じなので、同じところから出たのでちょっと調べてますけど。でも、ワープはどうなんですか。開発元は、デフォルトはちょっと MPitch っぽい感じ。そうですね。CMAC の MPitch をしデフォルトにするんで、まあ、まあ、統一しておくのがいいかなと、組み合わせることが、はい。そう、ワープとオープンフォームをつなげるって、まあ、やってる人もいるけど、あれってどうするんですかね、はい、だからもう、多分全然スケールが違うじゃないですか、100メーターからできない1メーターレベルでガーンって入れるんだろうけど、一方向でやるにしたって、あれは保管するんですかね、基本的に。それとも、100メーターボーンそのまま入れちゃうのかな。ちょっと僕はオープンフォームのところはよく、まだ理解できてないな、なんともちょっと言えますけど。境界条件を入れるんじゃないですか。境界条件だけど、そのワープの100メーターレベルのものをユニフォームに境界条件としてオープンに突っ込むんですかねっていう話で、リニア保管する、してんのかしてないのかっていう。あ、多分リニアにしたらダメでしょうね。事業面のところは全然解像度出てないんですね。まあ、そうですね。はい。うん、保管するんですかね。十分遠遠方に入れなきゃいけないから、そのまま入れるのか。それで、なかなか難しいところだと思いますね、あとは、風というか、気流だけだったらいいんですけど、温度条件とかがあってですね、大気の安定性とか変わってくるので、なんかちょっとその辺になると、話は一気に変わるんです。そこまで安定度まで、オープンフォームで入れられる、正確に入れられるかどうかっていうのは、私は難しいです。それではよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。ありがとう。